まあ、相乗効果じゃないですけど、すごいいいものできるなっていう感覚ではありますね。まあ、さっきもウルフの歌ちょっとだけ聴いて、ライブ映えだったりとか、なんかいろんなものを想像しながらレコーディングができました。いや、なんかもともともうヒロさんからもうウルフの2人合うねとか、クラ的にはすごいバッチリだなっていうので、やっぱ2人のこのボーカル力っていうのとか、まあ、あとはラップのスキルとかセンスっていうのも知ってたので、こうなんかすごい安心感はありましたね。今回 BOT ワドロブ東京は自分たち自身もこう新しい挑戦になるのかなっていうので、まあ、今までジュニアエグザイルでやってきた BOT とはまた違った世界観になるとは思うので、まあ、本当に自分たち自身も楽しみですし、皆さんにももっともっと楽しみをこう増やしていけたらなという思いで頑張りたいと思います。おはようございます。おはようございます。